バードは日本のシンガーソングライター。京都府出身。1999年デビュー。所属事務所はソニーミュージックアーティスト。夫は三浦淳。ノートルダム女学院高等学校、関西大学社会学部卒業。大学在学中には、軽音楽部に所属。卒業後ニューヨークに1年間滞在後、大阪のジャズクラブで歌っているところを、 大沢新一に認められ、1998年、ジブラのミニアルバム、ザライムアニマルリミックス EP1 の未来への鍵のフィーチャリングボーカルを務める。バードという名前は、デビュー当時の髪型がアフロヘアで鳥の巣のようだったことと、小鳥のように歌声を響かせて欲しいことから名付けられた。1999年3月20日、ソニーミュージックアソシエーテッドレコーズより、 大沢慎一主催のレーベル、リアリスから、シングル、ソウルズでデビュー。同年7月に発売した、デビューアルバム、バードは70万枚を売り上げ、日本ゴールドディスク対象新人賞を獲得。2002年3月にリアリスレーベルから独立する。以後、作曲、プロデュースといったクリエイターとしての才能も発揮する。2007年にユニバーサルミュージックに移籍する。デビュー以来、 本名、既婚未婚、家族構成などを明らかにしないという姿勢を貫いていたが2005年11月に妊娠、翌年の2006年1月13日に第一子となる男児を出産したことを発表、週刊ポストの報道で三浦淳との子であることが発覚している。三浦とは三浦の前夫人との離婚成立前の2006年末から結婚せず共同生活をしていたが、 2009年5月7日に第2子妊娠を機に三浦淳と入籍したことが明らかになった。ありがとうございます。